さあ体勢整った秋の天皇賞スタートしました。大きな出遅れはありません。コントレイルいいスタートを切った。そしてグランアリグリアもいいスタート、もちろんエフフォーリアもいいスタートを決めて、さあ後位集団に3強という形になるんでしょうか。外から行ったのは10番のカイザーミノルです。カイザーミノル、横山典弘が外から先手を取って向こう上面の直線コースに入っていきました。そして2番手には6番のソーセンスーリア、外側早め3番手9番のグランアレグリアがつけています。2馬身後方から14番のカレンブーケドール、さらに4番のポチャゼ、それを1馬身から2馬身見る形で今年の皐月賞馬横山武史とエフフォーリアという体制になりました。さらにシーガース、そしてコントレイルがここ、コントレイルはここにいます。内側8番のサンレイポケット、外12番のラストトラフトと追走している。そしてモズベッド、11番のムイトーブリガード、後方ですが7番のワールドプレミア、さらに16番ユーキャンスマイル、13番のペルシアンナイトがいて、最後方からカデナという体勢。さあ60秒5で前半の 1000m は通過しています。10番のカイザーミドルの逃げ、それをめぐってさあ3強どういう風に動いていくか。コントレイルはエフフォーリアの少し後ろ、そしてそのエフフォーリアから3馬身ほど前、早くも先頭に立つ勢い。初めての 2000m、 さあどうか。9番のグランアリグリア、自信を持ってクリストフルメール、最後の直線の攻防、外めに出して先頭に立った。先頭は9番のグランアレグリア、外からエフフォーリア、もう負けられない横山武史、懸命に右縁が入った。コントレイルは現在3番手から前を追っている。こちらも負けられない去年の三冠馬、やはり3強、あと100、エフフォーリアだ。エフフォーリアが抜け出す。2番手コントレイルか、グランアレグリアか、エフフォーリア、横山武史、若き人馬が頂点に立ちました。3歳馬エフフォーリア、22歳、横山武史。1分57秒9、見事に年上の馬たちを退け、追い比べを制しました。直線の攻防、内にグランアレグリア、外コントレイル、まさに三強の争い、若さで封じ込めました5番のエフフォーリアです。秋の天皇賞制覇。